はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。意外と好評の大人クラブでございます。8月9日金曜日、大人クラブです。今日のお題はですね、怪我が多くて何が悪いです。今日ですね、横浜にございます市網塾横浜校でレッスンを終えて、帰宅しようとしたところなんですが、横浜駅から、武蔵小杉の駅ですね、ちょうどで、日吉の駅で、急行に乗り換えたのかな。で、こう扉側に疲れてるんで、扉側にこう寄っかかってたら、ドアが開いたんですよ、ガーって。で、そのままこのストラトキャスターしょったまま後ろにブワーン倒れまして、で、その時に結構なんていうのかな、車に引かれたりとかね、するんで、だから毛がしなれてるんですよね。で、バーンって当たって、で、頭はこう守って、で、まあ、ギターも守って、したらね、もう親切なお姉さんが大丈夫ですかって言ってくれて、まあ大丈夫なんですけど、結構不意をつかれてね、バーンって言ったんで、いや、まずギター大丈夫かなと思って見たんですけど、まあ、ギター大丈夫だなと思って、でも体は絶対大丈夫なんですよ。で、ギター大丈夫かなと思ったんですけど、まあ大丈夫でした。自由が丘の駅で降りてね、で、親切な人いるなと思って、で、一応名刺出してね、ご挨拶して、本当に親切ね、ありがとうございましたって言って、で、手大丈夫かな、明日レッスン行けるかなと思って、で、まあ、スケール練習でダラララララってやってみたんですけど、まあ、なんとかなるなと思って、で、私たちの仕事って基本的にその怪我したから休みますとかないんですよ ね。そんなもん、個人的なそのなんて不注意によって起きたことでお休みしますなんていうのないんで、怪我したからお休みしますってことはないですね。車に轢かれても現場に行きましたから。去年かな、道路歩いてたら車に轢かれたんですよ。で、死んだって言われたんですけど、死んだかな、俺死んだかなと思って、で、で、次の日仕事があったんで、ギター弾かなきゃいけなかったんで、で、そのまま救急車で運ばれて、で、病院で精密検査して、で、入院してくださいって、また言われて、車に轢かれたんで言われたんですけど、夜抜け出して、まあ、ギター弾かなきゃいけないからと思って、だから、まあ、警察すごいっすね。パトカーがウェーンって来て、気待ちなさい、病院に戻りなさいって言われて、で、おばあちゃんに捕まって、で、ああ、病院に戻れって言われて、で、嫌です、僕は明日仕事があるんでって言ったら、いや、そんなに休めないのって言うから、休めないですね、明日ギター弾かなきゃいけないって言って、じゃあしょうがないから、もう、じゃあもうお前さん知らない、みんな見なかったことにするから帰りなさいって言われて、で、そっからですね、池上総合病院から歩いて帰ったんですけど、その道すがらね、お金もないですから、全然持ってないですから、飲み物もないしね、とにかく次の日仕事だったんで、もう足引きずってずるずる帰ったんですけど、途中ね、空のペットボトルを持ってたんで、それに公園で水を入れて、で、水だけ飲みながらね、日本ってすごいなと思ったんですけど、もうダメかなと思うところに公園があるんですよね。で、公園でこう水入れて、で、また飲みながら歩いて、で、池上総合病院からここまで3時間ぐらいかかったかな、歩いて帰ってきたんですけど、その時に
ここで休んだら終わりだなと思って、車に轢かれたんでね、電話して明日ギター弾けませんって言ったらこれ終わりだなと思って、で、その日かな、その日の夜だったのかな、レコーディングが。で、行ったんですよ。血流しながらね、こうギター変えて、わざわざって言ったら、え、来たみたいな。竹下さん来ましたよ、みたいな。社長、竹下さん来ましたよ、みたいな。わざわざって言って。で、いや、竹下さん血流れてるけどって言って、あ、大丈夫です、大丈夫です。弾けんのって言われて、大丈夫です、大丈夫です。で、弾いたんですね。で、先輩に呼ばれて、ちょっと来いって言われて、ちょっと喫煙所まで来いって言われて、あ、はい、つった。お前なんで休まないんだって言われて、え、だってやっぱ穴開けらんないですよねって。いや、お前がね、車に轢かれたっていう話を聞いて、みんな今日は休めるって思ったんだよって。で、今日は撤退っていう感じでいたら、お前もおはようございますって来て、でみんな、え、休めないのって思ったわけだよ。で、そういうこういう時は休めばいいんだよって言われて、そうなんですかと思って。で、まあでも結果的にね、その、休まなくてよかったなと思うんですね。まあ一応そう言いながらも、その日程的に遅れるっていうのは、よろしくないことなんで、まあその日のうちに一撃で決めました。ビシッとね。はい。仕事なんで、はい、車に轢かれても、ミスせずに引きました。で、今日もですね、手骨折したかなと思ったんですけど、ちゃんとカルシウム取ってるんで、この辺打撲したんで、もうかなり手痛いんですけど、で明日で大事な生徒さんのレッスンがあるんで、さっきちょっと確かめてね、明日やることをまとめて、生徒さんの前で自分が弾けないと恥ずかしいんだよね。弾けるかなと思って弾いてみたんですけど、弾けたんで、これ大丈夫だなと。で、こういうのってね、次の日痛くなったりするんですよ。次の日になると、今日もね、膝、肩、頭は打ってないかな。こっち、肩とね、打ったんで。痛いんですけど、15日から歩いて帰ってきて、で、家帰ってきて、ギターチェックしてね。大丈夫かなと思って、もう一回チェックして、まあ大丈夫そうだなと思って。で、弾いてみて実際大丈夫だなと思って。まあストラトでよかったなと思いますね、これね。ストラトなんで、バーンって。ちょっと確認しとこう。これね、レスポールだとね、まあこれは根っこ折らないですけどね。大丈夫かなと思って。大丈夫。問題ない。で、明日に備えるわけです。うんうんって言ってるし。強い子だ。いい子だな。まあ、いい子だ。というわけで、今日はですね、なんだっけ。あ、怪我が多くて何が悪いですね。はい、怪我多いです。僕だけかもしれないですけどね、やたら怪我するんですけど、それで休んだことはないです、はい。はい。必ず現場には行きます。というわけで、8月9日、おたらクラブでした。横浜シアミジックでお会いできることを楽しみにしております。ギタリスト、シンガー、ソングライターの竹下敦でした。ちなみにヒット曲には恵まれません。